するしない。どうも、日向太鼓です。今回はあの大井高春プロがやってきました。来たよ。みんなが求めてた高春がここにやってきて、そして今回はいろんな質問に答えていただくということで、皆さんのよし答えよう、はい、謎に答えていく高春ということなんですけど、うん、いいですか、何でももうね NG なし。本当にもう日向さんのために、はい、いつもはあそれ無理、事務所的にとか言ってたけど今日はもう 100% 答えるから。本当ですか、何でもいいの。事前に、ツイッター上で質問を募集したところ100個以上の質問が来ましてよかったね。3個とかだったらどうしようと思って1個につき20分喋ろうと思ってそしたらもう100個来た、恋の聞けますけど、今回全部こう100個やるってなると大井さん帰れなくなっちゃうので、うん、あの抜粋しながら、なるほど、ね、はい、選ばせていただこうと思っております。いいよ。では早速1つ目からいきたいと思います。さあまず簡単、いや本当に100個来てんな、はい、なんだ高春のうは何個が正解ですか。知らねえよあれ誰が書いたの。あれさ、コメントですごい高春高春高春来るじゃないですか、うん、来る。もうしかもいろんな方が、うん、わーって流れるじゃないですか、ね、コメント。あのるの後のうは正直高春的には何個が正解ですか。なんかバランス的には、はい、パッと見9個ぐらいが、あ9個、9個ぐらいがなんか最初は多かったような気がする。あ、うん、そうなんだ。でもなんかやっぱり同じ高春でも主張する人とおとなしい人がいて、3個の人もいれば20個ぐらいの人もいるんで、あ何でも自由なんですけどね、基本的には。じゃあ基本的に自由ならば、うん、その時の盛り上がり度具合で、うんうん、それだね、うの数を超えていただければ。そうそう、ご自分のテンションとか、 あと僕への期待とかね、うん、僕への期待って何ですか。あと僕が報酬しちゃった時は 3つにしとくとか。なるほどね、はい、減らして。熱くなってきたらリーチかかってなんか一発もとかしたらうわもう大量に流していただければいいですか。そうですね、はい、あすごい、皆さんうわ好きなだけテンションに任せますというお答えでした。はい、なんか何でもいっぱいあるね、うん、なんか結構難しい、ね、なんか大井さんとずんたんは、はい、いつも会場に着くのが早いと。なんでですかっていう質問。なんかね、心配性なんだよね。村上さんもジャンプーと一緒で、村上さんってほら、ね、ビクビクでアンパイ抱えるでしょ、うん、でレアンシャンテンだったら2枚アンパイ、うん、イーシャンテンなら1枚っていうシャンテン数の数だけアンパイ持つっていうね、なんかこうその恐怖心がやっぱりね、麻雀にも出てて、それがね普段の行動にも出てる。遅刻したらどうしようどうしようどうしようっつって30分1時間前になっちゃうんだよね。30分1時間前だいぶ早いですね。早いんだよね。でもそれだったら安心安全ですよね。もう大井さんいますみたいな。そうなんだけど感じになります。実は会場係は迷惑なんだって、うん、え、なんでですか。だって大井高春がドンと来ちゃうと緊張しちゃうじゃん、ピリッと。あだからもっとゆっくり来てよという。 あと他の人は大井さんより早く来なきゃって言ってどんどん早くなっていっちゃう。迷惑じゃないですか。迷惑なんです、はい、だからあんまり気をつけようかなと思って。今後じゃあ30分にしましょうか。そうだね、今度からね。そうだね、はい、お菓子三昧なんですか。今の一番お気に入りのお菓子は何ですか。いやこれね、お菓子って幅が広すぎるんだよ、うん、要は高級菓子的なものもあれば駄菓子もあるじゃん。で駄菓子だったらそうだな、うまい棒とかカラムーチョとか好きなんだけど、うん、最近フィナンシェにハマってんだよねフィナンシェってあれ何なの。あれ何、焼き菓子フィナンシェって、はい、あれやばいよね、うん、あれを考えてる人本当ノーベル賞だよ。フィナンシェにハマってるんですか、うん、太郎さんもフィナンシェよく食べてるよ。太郎さんもフィナンシェ食べてるんですか、うん、一緒にフィナンシェ食べてる。一緒にフィナンシェ食べてるあれ対局前毎回フィナンシェ食べてる。え、バッグの中からフィナンシェいつも出てくる。3つが出てくる、いつも。本当に美味しいんだあれ。でめっちゃ太るけどね、カロリー高そう、うん、あれ本当に美味しいよ、ずっとハマってる。え、いつからフィナンシェにハマってるんですか。もうね、半年、1年ぐらいずっとフィナンシェ食べる。対局前は、対局前は試合会場でフィナンシェ食べないとなんかストレスでフィナンシェを食べてるとフィナンシェ連呼したいだけみたいな。違う、フィナンシェって言いたいだけじゃなくて、うんね、フィナンシェ食べるじゃん、うん、そうすると、はい、相手からリーチリーチって言われても、うん、降りれる、我慢が効く。大井さん何食べてても我慢効くタイプですよね。フィナンシェのおかげだから。あれフィナンシェのおかげなんですか。食べた方がいいよ。じゃあ降りる分だけフィナンシェ食べなきゃ。そう、フィナンシェさんも結構降りてるから。そうですね、フィナンシェ必要ですね必要だよ、うん、じゃあ私もちょっと今日からフィナンシェ始めたいと思います。食べた方がいい。皆さんもフィナンシェ食べると降りられる、しかもうまく降りられるってことですね。うまく降りられる、うまく降りられる、我慢が効くから。これは個人差がありまして、下に足さないとこれダメですね。そうだな、そうだな、はい、確かにフィナンシェ食べてます、うん、ということですね。あれめっちゃうまいんだよ。
あと麻雀でどう打っても負けるときって期間空けた方がいいんでしょうかね。よく言うんだよ。ただ、これねすごく乱暴な言い方しちゃうんだけど、麻雀って世界中の人が下手くそなの。ほう、深い話これ。深い、これたまに深い話。どういうこと、どういうこと、ね、続けて。この世の全員が下手くそなんだから、もう調子が悪いとかスランプとか思わずに、ただ未熟なだけなんだから、ひたすら打ち続けた方がいい。手を止めるなと。そう、なんか期間を置こうかなとか、それから調子が悪いからいつもと違うことしてみようかななんて言うんだけど、言う人もいるよ。それ否定はしないけど、みんな未熟、僕も含めてみんな未熟者なんだから、コツ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 努力するしかないんだよ、うん、最近ね、もうおじいちゃん、おじいちゃんになった。誰高原の話か、うん、だからもう悟りの境地っつうの。ヨコさん、え、今年おいくつなんですか。こっち46。46でおじいちゃん、うん、46ね、うん、坂道シリーズみたいな。そうですね、うん、今流行ってるから。今流行ってるとこだ。今46流行ってるから、うん、体力の衰えとか感じます。感じるよ。そうなんだ、からおじいちゃんなの。そうなん、この前さ、この番組でさ、村上純の見ててさ、はい、あ、ね、村上も老けたなと思ってさでもやっぱり巻き込んだ。僕が今度この出ることになった時にシミュレーションしてきたら、やっぱいろいろ手出しとかつむぎりとか忘れちゃうし、読みとかの精度も、うん、ちょっと衰えてきたなって思ったもん。え、超一流の大井さんでもそう感じるんですか。いや、僕なんかまだまだですよ、本当に。大井さんでもまだまだってね、うん、言ってくれるんだったら、みんながこうしっかり楽しんで麻雀続けた方がいいですね。そうよ、僕らみん全員まだまだ未熟者だから、うん、うん、だからね、ゆっくり頑張ろうぜ、一緒に一緒に頑張ろうぜはい、ありがとうございます、うん、次はこの話いいじゃん。これ、うん、サラリーマンでありながらプロ雀士になって仕事しながら活躍している人はいますか。いたらすごく憧れます。いっぱいいる。例えば、いっぱい、最高位戦の A リーグだっていっぱいいる。園田とかさ。園田さん、うん、全然超強いですけど、サラリーマンも普段、ね、だから本当に一部上場の有名企業に勤めながらサラリーマンでタイトル取ったとか、うん、A リーグにいるとか、あといろんなテレビ対局出てる、うんうん、いっぱいいるんで、みんなね、そんなん気にしないよ。麻雀が好きなら集まれるよ。大子、うんうん、さんとかもそうですよね。あ、そうだね、うんうん、だから皆さんもぜひそうやってみてください。さあ、実況解説の時 CM に入る前いつもニコニコされてますが、あの時は何を考えているのですか。え、多分ね、見てると本当に大井さんニコニコしてます。いや、ニコニコ、いや、あなたも相当ニコニコだけどでね、あのね、仕事は楽しいんだよ。あ、そういうことだ、うん、楽しさがにじみ出ちゃってんだすげえ楽しいじゃん、今。少年じゃないですか。だってさ、普段さ、これ、はい、カメラ回ってなくてさ、僕とあなたでさ、控え室で喋ってんじゃん、うん、一緒じゃん。確かにそうなんですよ。そんな楽しいことねえじゃん。カメラ回ってない時も基本的にこんな感じのテンションなんですよね、うんうん。で、麻雀中だけちょっとおじいちゃんなんですよね、うん、いろいろなことが ね、うん、そうね、難しくてね、吹けますよね、また一気にね、うん、やってる時ね、うん、わかんねえからな、麻雀は、うん、プロはどれくらいの割合でターちゃんのテンパイしたタイミングを見抜けるんですか。ダマテンは見抜いていますか。ダマテンしている方結構見受けられますが、まず、リーチするしないの判断があるじゃないですか。するしないね、もう乗っ取るのやめてくださいよ、おいさんね。ね、そういうのやると次の音声、ひなたの声じゃなくなるから。いや、マジで。ここのスタッフ、そこ切り抜いたりするから、ほんと気使ってもらって。僕が番組を予習ちゃんとして、いやいや、あなたの番組を全部見てる証拠なのに。いや、大井さんはね、予習じゃない、乗っ取る準備をしてるだけなんだよ。じゃ、ちょっと、もう一回今の音声もらっていいですか。するしないやめてよと。もう大井さん、高原の麻雀するしないになっちゃう。ひなたの消えちゃう。ひなた面白い。いや、ほんとにでもね。はい、すっごい必殺技教えようか。何ですか。ここでしか言わないことなんだけど、ここだけ。麻雀って平均シャン点数が 3.5 シャン点から始まるんで、ちょっといい時は3シャン点、ちょっと悪い時は4シャン点から始まるって覚えておいてください、皆さん、ね、で3と4しかないんだから、そこから手出しの数を上段の6個だけまずね、あの6個だけまず覚えるの。それで僕は序盤は全部手出しになるはずだから、必要牌が多いから、うん、つもぎりはレアケースなの。3人足して18個のうち3つぐらいしかつもぎりないんで、そのつもぎりだけ覚えておけば、これね、いいことがいっぱいあるんで、これはね、ほんと必殺技だよ。で、他人のテンパイをどう見抜けるんですかって言って、要するにすごい、
例えばダブトンのトンを切ってくるとか、うんうん、3とか7とか切ってくるとか、うんうん、ドラ表示牌を切ってくるとかっていうそういう目立つ人がいたらもうその2が2か1になってるわけで、うんうん、でシャンテン数ね、そうまだおたかぜとか1と9しか切ってない人は3シャンテンのままって覚えると早い、読みやすい、そう早いやつは1遅いやつは3って言ったらまず外れない。え、これはちょっとぜひ匠でもまた詳しく聞かせてください。 ほんとそれで基本的に現代麻雀はテンパイしたらリーチなんでダマテンにはケアしなくていいです。おこれは10巡目ぐらいまではダマテンケアはほとんどしなくていい。それをしちゃうと見えないものに怯えちゃうとなんか関係ないところで降りちゃうからバランス崩しちゃいますね。リーチ来ないうちはイーシャンテンって覚えておいた方がいい、うん、それでもダマテンケアなんて土終盤だけだから、うんうん、土終盤に安全牌の3枚切れのペイがピュッと出たとか、うんうんうん、絶対に全員通るイーピンがヒュッと出た時にあれこいつ張ったかなんつって、うん、そんぐらいでいいよ、うん、それだったら結構皆さん実践に使いやすいですね、うんうんうん、ありがとうございます、うん、ファンデーションはどこのメーカーを使ってますか化粧水はどこのメーカーを使っていますかアイブロウはどこのメーカーを使っていますか一人は初音舞さんです。なるほど3つ連続で化粧品ファンデーションと化粧水とアイブロウでした、うん、じゃこれ基本的に、はい、全部ぶっちゃけるわ、うん、お母さんが買ってるママママありがとういつも買ってくれてありがとうお母さん。だからお母さんなんてお名前なんですか。お母さんようこ。ようこちゃんね、うん、わかんねえんだよあのね今さっき見たらね、ファンデーションはプリマビスタで化粧品あのねかわいい教えてくれる化粧水は化粧水とか、はい、と美容液と乳液はセットになってるやつを一本のやつですか。そうそうそう一つのやつをやってます女子だな、はい、アイブロウは何もしてないです。今日もねアイブロウされてないですもんね。何もしてないもう、うん、はい、あれですよね、あの RTD の時とかに眉毛がキリッとしてるのはメイクさんがそうですしてくれたやつですよね。だからご自身のものではないと、はい、あでも今日眉毛描くの忘れた。あ持ってんの。普段は描く。描くんだ。今日忘れた。えじゃあ結構ちゃんとそこら辺の女子よりもしっかりやってるんですね。まあね今ちょっといろいろね、映るスターになっちゃったからね、まあ、はにかみながらはいスターですけど気にしてるということですね。ちょっとね。えでお母様がいろいろそう母ちゃんが買ってきて、うん、母ちゃんが今ハマってるものの男性でも使える色を してくれる、うんうん、一番例えば濃いとか。えでも色味合ってるからお母様的確ですね。そうかもしれないな、うんうん、えお母様は、うん、うん高春がこんなに活躍してるのを一切知らない。え本当に。えだって麻雀してることもあんま知らない。うちの息子なんでファンデーションつけててんだろうみたいな。確かに確かにお母さんは証券会社を20年前に辞めておじさんの昔ね職業ね。で、ああうちの子何してんだろうって感じ。ファンデーション塗って化粧水つけ、うん、でもなんかアイブロウして。そうでもなんか別にちゃんとお金は稼いでるというか、うんうん、別にその貧しそうじゃないし、うん、お母さんにもお金を渡してるんで、でも大丈夫なんだろうなきっととは思ってると思う。あそれなら良かったですね。麻雀プロで活躍してるっていうのは全然知らない、うん、テレビもあの携帯持ってないんだよ。あそうなんだ。パソコンも持ってないし。じゃあ大井高原を検索する媒体がないんですね。ない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 。だから大井熱っていう本が一冊僕に家にあって、うん、あそうですよ。それで母ちゃんこれ見て何これって言って、うん、いや別に何もないよって言ったらあそうって終わっちゃった。じゃあ大井さんが今後地上波に大量にこう出る時が来たら、うん、お母さんもさすがにどうなっちゃうの。テレビ見たらあれ似てるみたいなうちの子に似てる。何してんの何してんのってなりますね。でもあれそっくりさんって言えばいいですもんね。そうだね、うん、あれは林先生だよってお母様にぜひこの、はい、スルシナ見せてあげてくださいありがとうございます